近藤俊介近藤俊介12月17日から1966年4月30日は日本の内務官僚県知事南洋町長官長崎県出身ご副省近藤九右衛門の逸夫として生まれる長崎県立中学なお教官第5高等学校を経て1916年5月東京帝国大学法科大学政治学科を卒業 1915年10月、文官高等試験に合格した。1916年5月、内務省に入る警視庁警部として保安部保安課に配属された。以後、総監官房文書課審査係長、保安部保安課長、日本橋堀止警察署長、柴見田警察署長、深川西平野警察署長などを歴任。1921年7月、 高知県内務部商工水産課長に就任。以後、同県教育課長、東京府内務部学務平次課長、同府史学館、同学務部長、山口県書記館、警察部長、警視庁書記館、衛生部長、同保安部長、青森県書記館、内務部長、京都府書記館、内務部長などを歴任。1934年4月、福井県知事に就任。さらに、 長野県、石川県、熊本県の各知事を務めた。1940年4月、南洋町長官に就任し、1943年11月まで在任。その後、強制会理事長となる。戦後に公職追放となり、1951年8月に解除された。ありがとうございます。